はい。坂上でございます。できる社長シリーズです。できる社長は素直,素直な心を持っているだと思っています。これは松下幸之助が素直に段があるんだと、初段二段とかいう話をしていたと思います。その中で松下幸之助の言葉、もう一つ言うと、見るもの、聞くことすべてに学ぶっていう表現があるんですね。僕はこの言葉を、ああ、素敵だなと思ったんですけど、毎日何かを見て、 毎日何かを聞いてるんですけども、そこから自分の心が閉ざされていると学ぶことができないんだというふうに僕は受け取ったんです。つまりできる社長、伸びてる人、伸びてる会社っていうのは素直さがあるんじゃないかなと。そしてそこから新しいことをやっていこうとする。これは今日は後でお話しするイノベーションの話ともつながってると思ってるんですが、そういうものがあると思います。そしてさらに宮本武蔵の言葉だったと思いますが、我以外みなし、師匠であると。 いうそういう考え方もありますよね。そういう言葉を我々は知っていてもいいんじゃないかなということなんです。で、えー、先ほどもちょっとお話ししましたように、口が1つ、耳が2つのように、話す場合聞け、倍ですね、2倍聞くという意識を持つことであるとか、稲盛さんは、優位注意で物事に当たると言って、必ず優位、ある、意識がある、注意、意識を注いでる。例えば今私がこの 話をしているのも全てもう1回話してみてくださいって言った時に録音するように聞いていたら今の言葉が全部言えるんですねでも多くの場合言えませんでもそういうふうにそれを努力して本当に録音するように聞いていこうという努力をほんのちょっとでもいい少しずつやることによってできる社長になっていくというか会社の業績も良くなっていくのではないかというふうに私は思っています